なんだか苦手な呪文が覚えられた気がするぞ。勉強の効率を上げるには適度な運動も大切。ただし疲れ果てるほどは逆効果です。模擬試合はストレスも発散できますし、いい運動ですよね。俺も暴れたいからやる。誰か相手してよ。よし、では5人ずつに分かれて試合始め。試合って楽しいよな。特訓の成果が試せるし。はい、了解。僕たちのような育ち盛りに一番大切なもの、それは、そう、食事です。必要な栄養素を過不足なく、かつ腹八分目に摂取することが午後のパフォーマンスに影響を与えます。調理は食べ物に関する知識や健全な食生活を得るためにも非常に重要です。俺もたまには料理してみようかな。自分で作れれば毒の心配もしなくていいし。やめとけ、また怪我をするぞ。じゃあラッコちゃんは鍋かき混ぜる係してよ。スープを焦がさないようしっかり見張っていてくださいね。ああ、わかった、任せとけ。さあ皆さん、美味しい昼食を作りましょう。はい。できた。なんだ、俺もスープくらい作れるじゃないか。あはは。本当に鍋をかき混ぜてただけだけどな。はあ、うまかった。十分な食休みをとり、軽く散歩などをすると脳が活性化し、午後の勉強の効率がアップします。アズールは本当に何でも知ってるんだな。すごいぜ。俺よくわからないままがむしゃらに頑張ろうとして寮生たちに無理させちまってたのかもな。同じ2年生寮長だってのに俺は未熟者だ。間違いは誰にでもあります。バケーションはまだ半分を過ぎたばかり。これから取り戻していけばいいじゃありませんか。こんな有意義な合宿なら学校に残ったのも悪くないな。そうだな、こうしてお前らと過ごせるのも学園にいる間だけだし。なんか悪い夢を見てたみたいだ。スカラビアの皆さんは先生術や古代呪文語が得意な方が多いのですね。砂漠の魔術師は先読みを得意としていたから、そういう魂の資質を持った生徒が集まりやすいらしい。俺はどっちも得意じゃないんだけどな。砂漠の魔術師は自然エネルギーが必要とされる占いを人工的な装置を用いて成功させたと聞きます。先生術が他の魔術に比べて体系化が早かったのは、先進的な考えを持つ彼の功績も大きかったのではないでしょうか。へえ、やっぱグレートセブンってすごいぜ。ああ、おや、もうすぐ3時だ。もう少し勉強したら休憩を取りましょう。お茶を準備してきましょうか。いえ、僕が準備しましょう。一番課題が進んでいますので。俺も手伝おう。それは助かります。では行きましょうか、ジャミレさん。現時点で寮生の課題の達成度は前日比 15% アップ。なかなかの成果です。監督生さんたちからカリムさんが情緒不安定にあると聞いていたのですが、僕らが来てからは彼の心も落ち着いている様子。カリムさんも寮生からの信頼を取り戻せそうでよかったですね。それじゃあ困るんだよ。え？悪いが、これ以上君らをスカラビアには置いておけない。海の底へ帰ってもらおう。